皆さん、こんにちは。エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、閲覧誠にありがとうございます、えー。今回のボードは千葉県市原市42歳、ぴょろ、ぴょろ7010 3ピョロさんでいいのかなありがとうございます、えー。プロフィール写真にある通りですね、ベーシストさんですね。この手書きのイラストがいいですね。えー、早速そのボードを拝見しますとですね、えー、じゃん 超シンプルなコメントにもある通り最小ペダルボードですっていうことなんですけども、えー、ベース用ボードっていうことなんですがよく見るとですねこのアンペグのプリアンプ1台だけなんですよね。 で、あのーえー、左上の方から見るとですね、こう電源のフリーザトーンの PT1D、えー、それからライン6のワイヤレス、ワイヤレス入れてるんですね。で、それから、えー、ボスのチューナーという形で、えー、全部で4台に見えるんですけれども、えー、実際の音作りに関してはアンペグのみという形ですね。<laughs> で、あの、理由がですね、面白いんですけど、えー、どれだけ色々やっても箱の PA さんからは出力が大きすぎると言われたので、このボードを作った、最小ボードということなんですけども、すごくこう、 丁寧に作られていて、こう整理もきれいにされて、あの配線も、ね、よく考えられているこう、すごい参考になるようなボードですので、ぜひともね、えー、皆様方、このボードを参考にしていただいて、また投稿いただきたいというふうに思います。それでは引き続き、F5 への、えー、閲覧投稿をよろしくお願いしたいと思います。本日も音楽のある素晴らしい一日をお過ごしください。えー、ピょロ1070さん、投稿ありがとうございました。